りんちゃんパパの究極グルメです。今日はですね、こちらじゃがいもを使ってもう超家庭料理の定番ですね、ポテトサラダ、ポテサラ、これを、ワンランク上のめちゃくちゃリッチなポテサラ、今日ご紹介させていただきたいと思います。普通の、まあ、ポテサラもめちゃくちゃ美味しいですけど、それよりちょっとリッチなね、本当にクリーミーポテトサラダ、これをご紹介させていただきたいと思います。じゃがいも4つ使っていきます。まずこれ洗っていきます。レンジで、まあ、チンしていきます。具材の方は、まあ、定番のきゅうり、玉ねぎ、人参、これを使っていきたいと思います。きゅうりは、まあ、普通にスライスして、なるべく薄く、これ2分の1本ぐらい使っていきます。これと人参をね、一緒に湯通ししていこうかな。きゅうりと玉ねぎです。まあ、塩もみして少し柔らかくしていきます。塩振っていきます。きゅうりと玉ねぎだけ塩振ります。このままだとね、さすがにやっぱり硬かったりするんで、これでね、柔らかくしていきます。で、これでまあ15分ほど塩もみしたものを置いておきます。人参を茹でていきます。3、4分茹でていきます、まあ、ここにウインナーももう一緒に入れちゃってもいいでしょう。これで、まあ、中火で3、4分茹でていきます。玉ねぎとしばらく置いてて水切っていきます。はい、マヨネーズ、まあ、すり切れっていうかちょっとね、もこってなってる感じですね。すり切れじゃなくて、すり切れっていうのはまあ平らにした状態なんですけど、残ってなってる状態で大さじ5入れてきて、生クリーム入れていきます。生クリームを 20cc ぐらい入れていきます。ここにブラックペッパー適量入れていきます。練乳小さじ1/4、にんにくすりおろしをほんのちょいよーく混ぜていきます。はい、それでは芋ですね、入れていきます。で、ここでほぐしていきます。で、これでしばらくちょっと置いておきます。怖え、嫁が仁王立ちしてんだけど、パパの後ろで超怖えんだけど、何それ、何何、目的は何、背を洗う。ああ、そうなんだ。で、こうやって混ぜていきます。これでポテトサラダ完成になります。ワンランク上のいただきたいと思います。食べるしょー、はい、ポテサラ届きます。じゃあいただきたいと思います。ワンランク上のリッチポテサラ、いただきます。おいしい。この人大人じゃない、うん、大人、おいしい、おいしい、うん、このあったかいのが好きです。うん、そう、うん、